ボンジュール、こんにちは。ウィ、今日もですね、こちら、プリキュアつながるパズル、キュアパズをやっていきたいと思いますけど、今日もまた大きな、調整があったみたいですね。まず一つに、キャラクターの必殺技の、チャージが速くなるように調整したってやつで、それね、見てみたんですけど、これ、ほぼ全部じゃねえかと。ほぼ全部のカードの必殺技チャージを早くしたんじゃないのかっていうようなあのザル一覧でした。何それって思って、何これってワクワクさん、何これって、とね、キャラクターのチャージ早くしたんだよ。いやだよ、やりたくないようだね。っていうところで、あのワクワクプリキュア出そうだよね。これワクワクプリキュア、ね、竹ひごを作る回みたいなっていう。そしてもう一つ大きなこちら、イエスプリキュア555がついにリリースされましたね。こちらイベントも来てますし、あとね、イエス55のキャラクターは今ね、レベルアップキャンペーンらしいですね。うん、いや、まあ、確かにそれはありがたいんだけど、今いる既存のキャラクターだけでももうレベル上げね、ついていけないっす。本当にもう今日ね、トレーニングステージのカラーが黄色だったんですよ。なので、キュアカスタードをもうトレーニングステージで鍛え上げまくりましたけど、今レベル34かな。でもね、黄色いキャラいっぱいいるんですよ。星4とかね、いっぱいいるんですよ。ね、まあ、とは言ってもね、新しいカード出たのは大変めでたいですから、こちら行ってみましょう。簡単行くと見せかけて、簡単はね、大体ね、カードを消費するんですよ。これ騙されちゃいけません。大体ね、多分私まだ一度もクリックしてないんだけど、簡単ステージは多分ね、ステージ数が20ぐらいあるんですよ。つまりは20個ハードを消費するわけ。ね。なので、これは完全な罠、トラップ。行ってはいけない。爆言地帯なので、カードを手に入れるためには、やはりこちら普通の方行きましょう。はい。よく晴れた秋のお休みの日、彼の別荘へとやってきたのぞみたち。テニスに別荘機散策、パジャマパティとやりたいことがいっぱい。ところがたどり着いたこと、公言は何者かによって荒らされていた。次へ。古言の木や花が荒らされてる。こんなひどいことして許さないんだから。ないと目はもう枝なるも、もう倒したはずなのに、もう一体誰の仕業なの。チョキン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 。あなたは誰です。自然を壊しちゃダメです。レモネードのゆとりよ、大地の恵みはみんな大切に、キャッキャッチョキン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 。何これ、ちょっとこれ怖いよね。だってさ、このチョキンチョキンってさ、シザーマンだよね、これ完全にね。怖いっすよね、これね。ミント、大丈夫？どうやら優しく言って、聞いてくれる相手じゃん。ナイス、なさそうね。ならやる気ないでしょ、ドリーム。うん、行く、みんな行くよ。イエス自分で言っててちょっと笑っちゃいましたね、これ。イエス。僕ちょっとね、あんま知識なくて申し訳ないんですけど、ま、以前も何度も言いましたけど、ハートキャッチ以降の作品しか見たことがなくて、以前の作品見たことないんですよ。ハートキャッチの前の作品ですか、これね。イエス。ちって泣いちゃった。ちってということで、ステージ1から7。うわぁ、これ簡単いかなくてよかったタイプや。40だよ、これ。ねえ、まさに、爆言地帯を自分から行くところでしたね。ステージ1行こうって。これ、どうなった今、動いて、今、動いてくれないで。うん。いいね。みんなで、どうなって、もしかしたら、いろんな人がいるので、本音の。
はい、へえ、あなたたち案外やるじゃん。そろそろ僕の出番かな。懐かしいね、こいつ。なんだっけ、なんか久保なんとか、久保なんとかっていう、なんか声優さんが対応してるやつね、いたよね。バラバラン、懐かしいっすね。もうずーっと前に何かで倒して以降全く見てなかったっすね。あなた何者？どうしてこんなことをするの？僕の名前はバラバラン。何でもバラバラにしちゃうよ。つながらずのアイドルだよん。あら、アイドルをなさっているんですね。私は女優を目指しているんです。つながらずって事務所の名前でしょうか。本気かこいつは。本気か。その問いは本気か。レモネード、事務所って、あーもうめんどくさいな。バラバラになっちゃいな。パン、確かにこれめんどくさいね。これはね、バラバラの言ってることが正しいかなと思います。うわうわ、ちょっと危ないでしょう。だいたいあなたたちのせいでおやつがお預けなんだから。こんな時までおやつの話。とにかく楽しいお泊まり会の邪魔しないで。と。よし、はい。ようやくステージ7まで来ましたね。ここはどんな、大してレベル高くないですから、まあ、報酬だけ見よう。ピンクをね、60枚ゲットになってるね。これね。これね、星4のキャラクターで行くと失敗するタイプ。私はね、プロなんで、日本にね、5名しかいないプリキュアつながるパズルのプロの認定受けてる、公式認定受けてるんでね、なので、しっかりここはね、1回でとどめやさす。ね。天才は、一撃で倒すと、そういう鉄則があるんですね。レベル21でしょ。かといってね、弱すぎるキャラクターでいくとやられちゃうんですよ。ここら辺がね、絶妙、このゲーム。気抜くとやられちゃいますね。よし、この辺のマナーでいこう。あ、ハートも2個消費するんだね。まあ当然ちゃ当然っすね。ねえ、さてさて、カードはゲットできますことやらか。やら。ほいと。ほいさ。ハートを、ピンクカラーを、優先して、潰していきたいですからね。ピンク出てちょうだい。とか言って、もうバラバラン来ちゃいましたね。
早いよ。バラバラ、もうちょっと眠っててほしいです。やばい、今度は自分の体力が減らされてきた。バラバランの罠にはまりかけてます。やばいな、なんか結構バラバラン強いぞ。いや、このステージね、作詞っすね。最初の1体目2体目が超弱いだけど、バラバランは超強いっていう、このこんな調整できましたね。さすがのプロの、プリキュアつながるパズルのプロである、いや、裏プロである私は、見抜けなかったですね。うわー、ここでまた15回のバリア。もう終わったって感じです。いや、プリキュアは諦めない。全然諦めない。今のうちに何か打開策、起死回生の打開策を思いつかない。一条、ここは引き分けで手を打たないか。一条、おお、来た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 、満願成就、満願成就、必殺技一撃バラバラン、まさにバラバラ。行行、まさに行行。わー、ギリギリでしたね。死闘でしたね、これ。ね。あ、でも、カード星4はゲットできなかったね。まあ、まあ、よしとしましょう。ね。報酬も全部ゲットしましたし。うん、これでいいんじゃないですか。いや、本当に、まさに俺自分でプロって言ってもいい具合だよね、これね。本当に、こんな激闘をするとは思わんかったっす。はい。バラバラ、悪いけど、この程度じゃ僕は倒せないよ。まったねー。また来るの？あのね、女子がこういうこと言っちゃいかんのだよね。これ、ね、男子こうやって言われるとね、地味にね、傷ついていくんだよね。これ天然系だよね。これキュアドリームまた来るのっつって、これめっちゃ傷つく系のやつやん。なんか PTSD 発症だよ、こんなの。ダメダメだよ。いや、最近なんかね、姫ブルースカイのモノマネがね、流行ってるんですよ。ダメダメだよって言って、パンケーキーって、パン、卵も割れないお子ちゃまがーって、また来るの？まあ、とりあえず帰ってくれたみたいだし、今度こそおやつにしようよ。ドリームはさっきからおやつのことばっかり。本当？いや、このイエスゴーゴーってそんなにこの主人公おやつ好きなの？これ。俺初めて見る、初めてなんですよ。本当に知らないから、そういう設定なの？これ。おやつキャラなの？ねえ。だって、せっかく遊びに来たんだし、楽しまなくっちゃ。ローズのために、とっておきのチョコレートも持ってきたんだよ。ほら。そんなので、釣ろうとしたって、そうはいかん。セレブ、堂のチョコレート。もう、ちょっとだけだからね。もう、つるつるつれてますね、はい。といったところで、はい、こちら激動のですね、イエスゴーゴーイベント、ステージ7、命がけ、まさに、まさに命がけ。ハートを8個消費して、クリア、なんとかクリア。はい。このね、イベント系のステージって、なくなっちゃうとね、プリキュアパズラーっていうのは実際とテンションだだ下がり、
やることなくなると本当ね、飽きちゃうんですよ。あ、そうそう、こういうこと言っちゃいけないんですけどね、プロだから。なので、まあ今日はここの辺で、楽しめたっていうことだけでね、いきたいと思います。今後もですね、こちらステージ8からステージ14まで、次実況していきたいと思いますので、あとですね、私ツイッターで、ツイッターやってるので、プリキュアパズラーの方たち、よかったら、フォローしてください。フォロー、こちらもね、全力で返していきたいと思いますので、ね、といったところで今日の実況は終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。